放課後は、ミクとカップケーキ作りか。昨日一人でお菓子を作った時は、もうダメかと思ったが、ミクのおかげで、なんとかなりそうだ。今度こそ成功させて、司先輩たちに喜んでもらえるものを作りたいな。よう、トウヤ。アキトか、おはよう。 さっき笑ってたけどなんかいいことでもあったのかそういうわけではないんだが実はへえお前がお菓子作りかまあいいんじゃねえかいろんなことに挑戦してみるのはああそうだないいものを作りたいと思っているけどお前 甘いもん苦手なのにちゃんと作れんのか味見とかしてもよく分かんねえだろう。それは確かにそうだがおいしいかそうでないかくらいの判別はうんいや確かにアキトの言うことはもっともだ普段甘いものをあまり食べない俺がお菓子の繊細な味の良し悪しについて分かるはずもない 俺は全く考えが足りていなかったいやそこまで落ち込む必要もねえと思うがまあそれなら今回はミクに味見してもらえばいいんじゃねえか一緒に作るわけだしななるほど確かにそうだなだがせっかくならお菓子作りに関わらない 第三者の意見が欲しいところでもあるなそうだアキトあいや期待してくれてるところ悪いが今日の放課後はバイトが入ってるから無理だそうか悪いな誰か代わりのやつがいればいいんだが。 やべそろそろホームルーム始まっちまうな急ぐぞトウヤ結局誰に味見を頼むか決まらなかったな放課後になったらレンやカイトさん引き受けてくれそうな人に当たってみるか いやちょっといいかな上代先輩どうして一年生の廊下に君と少し話がしたかったんだほらこの間のプレゼントの話どうなったかと思ってねああそのことなら上代先輩のアイディアをいただいてお菓子を作ってみたんです昨日やってみた時はうまくいかなかったんですが 作れる人に教えてもらえることになったので今日の放課後また挑戦するつもりですそれならよかったきっと司君たちも喜んでくれると思うよ何しろ彼もホームパーティーをとても楽しみにしているようだからね司先輩がああそのことも話そうと思ってきたんだ実は今朝彼と少し話をしてね 佐々君少しいいかな明日のショーの練習のことで伝えておくことがあってね塩と胡椒をまぶして牛肉を焼き野菜を加えて煮込む、うん構想は野菜と一緒に入れるのかこの間見たレシピとは順番が少し違うようだな と、ルイすまん気がつかなかったいつからそこにいたんだついさっきだよそれより何か考え事かいああ実は今度トー也を招いてホームパーティーをするんだがそこで振る舞う料理のレシピを調べていたんだホームパーティーへえそれでそんなに真剣に調べ物をしていたんだねうむ せっかくトーヤがうちに来てくれるのだならば最高に楽しめるパーティーにしたいからなそうだるいよければ意見を聞かせてくれ今いくつか料理の候補を出しているんだがという感じでずっと君のことを話していたんだ君を楽しませようと。 司君も懸命に準備を進めているようだね司先輩が教えていただいてありがとうございますおかげでますますいいものを送りたいと思うようになりましたああ応援しているよ僕もできることがあれば協力しよう協力悪いな 誰か代わりのやつがいればいいんだが上白先輩に味見をお願いしてみようかいやしかし上白先輩はショーキャストもやっているし味見に付き合ってもらうのはさすがに迷惑かもしれない青柳くんどうかしたかいああその実は。 なるほど作ったお菓子の味見役かいいよ引き受けようほ本当ですかですがそのいいんですかああそもそも青柳くんにお菓子作りを勧めたのは僕だからねそれにできることがあれば協力すると言っただろとはいえ僕もそれほどお菓子に詳しい というわけけではないけどいどえ大丈夫です上代先輩の率直な意見をいただきたいのでそうかそれなら大丈夫かなそれでいつ味見をすればいいんだいそうですね明日は休みなので学校へ持ってくるとなると週明けになると思うのですがだが秋人たちとの練習もあるできるだけ早めに。 味見をお願いしたいがもしかして味見は早い方がいいのかなあはいできればですがうむとはいえ休みなのはどうしようもないねそうだ 君さえ迷惑でなければだけどよかったら僕が青柳くんの家に行って味見をしようかえそんなさすがにそこまでしていただくのはそれに上代先輩も予定があるのでは僕の方は構わないよ今日ならショーの練習もないんだけどどうかなそうですかありがとうございますだが ミクと一緒に作っているところを見られるわけにもいかないないやそれならそうかでしたら18時ごろに来ていただけませんかそれまでにお菓子を用意しておきます分かったではそうさせてもらうよそれじゃまた放課後に青柳くんの手作りお菓子楽しみにしているよ はい。ありがとうございます。期待に応えられるよう頑張ります。